2 0 1 0イト1 7 4は2010年4月12日にマウナケアで発見された分離天体である。太陽に48.5天文単位以上近づくことはなくエッジワースカイパーベルトの外側に位置する。大きな軌道離心率はそれが現在の軌道まで重力によって散らばってきたことを強く示唆するが他のすべての分離天体と同様に海洋性の 影響範囲の外側にあるため、どのように現在の軌道にたどり着いたかは未知である。セトナ、2012VP113 に次ぎ、3番目に、高いティスランド、エスパラメーターの値を持つ。2012年まで観測されなかった。2016年3月27日に、乙女座の方角でうの位置に来た。1952年頃に近日点に達し、2014年9月までには、 70au を超える距離を移動した、純惑星候補の天体である、セドナとその他の非常に距離の遠い太陽系天体。ありがとうございます。